レンナート・トルステンソン、オルタラ博レンナート・トルステンソン、レナート・トーステンソング・レベイ・ A.V. オートラ、1603年8月17日から1651年4月7日は、スウェーデンの将軍、30年戦争後半のスウェーデン軍を率いた、砲兵将校出身ながら陸軍元帥まで上り詰めた、当時としては、ケウな人物である。 1603年8月17日、トルステンソンは、エルブスボリー要塞の司令官、トルステン・レンガートソンの息子に生まれた。15歳になると、グスタフ2世位・にセアドルフの近止となった。1621年から開始された、リボニア侵攻でウイジンを経験し、リガ攻略にも加わった。続く、スウェーデン・ポーランド戦争にも参加。この頃、グスタフ・アドルフはしばしば、 トルステンソン五族の伝令将校として活用した。トルステンソンの軍人としての資質を物語る、逸話として次のようなものがある。ある戦いで伝令に派遣されたトルステンソンは敵軍が動きを変えたため、王の命令が状況にそぐわないものであることに気がついた。そこでトルステンソンは自身の判断で命令を変更し、グスタフ・アドルフの下に戻ってそのことを報告した。 王はトルステンソンの判断の正しさを認め、連打とこの命があるのは君のおかげだ。君は近所よりも将軍の装束の方がふさわしいと言ったという。1628年、ポーランド戦の功績が認められ、トルステンソンは中佐に昇進、連帯の指揮を任された。1630年、スウェーデンは30年戦争に介入してドイツへ侵攻。 スウェーデン戦争が開始された。この年、トルステンソンは大佐に昇進し、砲兵隊の指揮を任された。1631年、ブライテンフェルトの戦いで、スウェーデン軍は皇帝軍を撃破、続くレヒ側の戦いでも勝利した。これら一連の戦いで、トルステンソンは砲兵の指揮を取り、勝利に大きく貢献した。1632年、 トルステンソンは将軍に昇進。しかし、アルテベステで皇帝軍の捕虜となり、2年間にわたってインゴルシュタットに投獄された。この獄中生活でトルステンソンは体を壊し、その後亡くなるまで病苦に苦しめられた。1634年、解放されたトルステンソンは軍に復帰し、ヨハン・バネールの指揮下に入った。1635年、 フランスがスウェーデンと同盟を結んで三十年戦争に介入。フランススウェーデン戦争が開始された。スウェーデン軍は東ドイツに侵攻。1636年10月4日、ビットストックの戦いで皇帝軍を破った。この戦いでトルステンソンは右翼の指揮を取り勝利に貢献した。その後、スウェーデン軍はポンメルンまで侵攻。 1637年から1639年にかけて同地で戦いを繰り広げ、1639年4月14日、ケムニッツの戦いで皇帝軍を破った。1641年、獄中生活で体を患っていたトルステンソンは、休養のためにスウェーデンに帰国した。この際、女王、クリスティーナのスーミツインに入った。1641年5月、 スウェーデン軍総司令官のバネールが死亡、トルステンソンが総司令官並びに、ポンメルン総督に選出された。陸軍元帥に昇進したトルステンソンは、再び、ドイツへ派遣された。1642年から、トルステンソンは、ブランデンブルク、シレジア、モラビアに進行、皇帝軍の主要な要塞をすべて制圧し、ザクセン軍を撃破した。1642年10月23日、 第二次ブライテンフェルトの戦いにおいて皇帝軍に死傷5000人、捕虜4500人という多大な損害を与えて勝利した。1643年、スウェーデンはデンマークに戦線布告した。この時、トルステンソンは再びモラビア方面へ進出していたが、本国からの指令に従って急遽軍を返した。スウェーデン軍は 電撃的な進攻で1644年1月までには、ユトランド半島を制圧。その後、救援のために派遣されてきた、マテアス・ガラス率いる皇帝軍も迎撃した。海戦でもスウェーデン海軍が、デンマーク海軍に勝利し、デンマークの敗戦は、決定的なものとなった。1645年2月、ブレムセブルー条約が締結されて、デンマークとの戦争は終結した。 この戦争はトルステンソン戦争あるいはハンニバル戦争とも呼ばれる。トルステンソンによるユトランド半島への急速な侵攻を第二次ポエニ戦争でイタリア半島へ侵攻したハンニバになぞらえたのである。デンマークの制圧を終えたトルステンソンはサンドドイツへ戻った。1644年11月23日ユーターボークの戦いで勝利したスウェーデン軍は ボヘミアへ進行。1645年2月24日、帝都プラハの南南東わずか50キロの地点で皇帝軍と対峙した。このヤンカウの戦いにおいて皇帝軍に首相4000人、捕虜4500人という多大な損害を与えて壊滅させたウェーデン軍はプラハの門前へ迫り、皇帝フェルディナント三世はレーゲンスブルク、リンツを経てウィーンへ逃亡した。 このスウェーデン軍の圧勝を契機に停滞していた講和会議が本格的に主導したものの条約締結にはなお三年の歳月が必要であった。目覚ましい勝利を幾度も手にしたトルステンソンだったが、この頃にはますます体調が悪化しており、軍務が耐え難くなっていた。1646年、トルステンソンは司令官を辞職、公認にはカールグスタフー・ランゲルが就任した。 スウェーデンに帰国したトルステンソンは1647年にオルタラ伯爵に除された。1648年から1651年にかけてオルタラ伯はスウェーデンの西部諸州の総督を務めた。また、カール10世の軍事教官も務めた。1651年4月7日、オルタラ伯はストックホルムで亡くなり、リッタルホルム教会に埋葬された。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。